食の和赤いは健康レシピ、新玉ねぎの梅だれ冷しゃぶの作り方を紹介します。2人分の材料です。豚ロースしゃぶしゃぶ用 120g、 料理酒大さじ3杯、新玉ねぎ大きいもの1/3個、リーフレタス大きいもの2枚、大葉2枚、ミニトマト4個、かつお節 1g、 味付け海苔12枚切り2枚、ポン酢醤油大さじ2杯、梅肉大さじ1/2杯、チューブでもいいです。砂糖小さじ2杯、白すりごま小さじ2杯、おろし生姜小さじ1/2杯です。今回の赤いわさん食材は新玉ねぎです。新玉ねぎは3月から5月頃に出回り、柔らかくて甘みがある玉ねぎです。玉ねぎを切った時のツンとした香りや辛みの元になる成分硫化アリルは、血液をサラサラにしたり血中コレステロール値を下げる働きがあり、動脈硬化や心臓病の予防になります。では作り方を紹介します。ボウルに水 200ml と酢小さじ2杯を入れ、酢水を作ります。新玉ねぎ1/3個をスライサーで薄切りにし、酢水に5分さらしておきます。鍋に水 500ml を入れ、火にかけて沸騰させ、料理酒大さじ3杯を加えます。弱火にしてから豚肉に火が通るまで2分から3分茹でます。ボウルに冷水を作り、茹でた豚肉を入れて冷やしておきます。梅だれを作ります。ポン酢大さじ2杯、梅肉大さじ1/2杯、砂糖小さじ2杯、白すりごま小さじ2杯、おろし生姜小さじ1/2杯を加えてよく混ぜ合わせておきます。リーフレタスをちぎってお皿にのせます。冷やした豚肉の水気をキッチンペーパーで拭き取り、レタスの上に盛ります。豚肉の上に水気を切った玉ねぎスライスをのせて、梅だれをかけ、かつお節をかけます。味付け海苔を小さくちぎって散らし、半分に切ったミニトマトも彩りよく盛り付けます。最後に千切りにした大葉をのせたら出来上がりです。新玉ねぎの梅だれ冷しゃぶのアレンジレシピを紹介します。冷やしうどんやそうめんの上にトッピング、こうすることで栄養バランスよく麺類が食べられます。ぜひ作ってみてください。1日の野菜摂取の目標量は 350g です。新玉ねぎの梅だれ冷しゃぶは1人分で 86g の野菜が摂れます。最後に赤いは1日5皿の野菜料理を食べる合言葉をお伝えします。赤いわ市では毎日ベジという独自の合言葉を作り、1日5皿を目標に野菜料理を食べるよう呼びかけています。ま、毎食食べよう。い、いつもより一皿プラス。に、煮てチンしてかさを減らしてたくさん食べよう。ち、ちょっとずついろんな種類の野菜を選ぼう。べ、ベジファーストでいただきますをしたらまず野菜から。じ、上手に活用冷凍野菜や作り置き。料理を作るとき、食べるときに
この合言葉を思い出してください。